移動に使うキャンピングカート、悪魔おじさんディーター・ゼンフト、または、ティティ・ゼンフトは、通称、悪魔おじさんとして知られる熱狂的な、自転車ロードレースファン、自転車のフレームビルダー、ドイツ出身。もともとは、アマチュアサイクリストで、いくつかのドイツ国内の地区選手権に優勝経験がある。1993年より、ツール・ド・フランスのステージの沿道に、 赤いマントに角と尻尾をつけた悪魔のコスチュームを着、手には三彩あり、鳥アいなを持った姿でテレビ中継に登場するようになった。彼が現れる数キロ手前には三彩ありのペイントが道路に描かれている。数日間にわたる自転車レースではキャンピングカーを使用して様々な場所に出没する。ツール・ド・フランスやジロベ、イタリアなどといった著名レースのほか クラシックサイクルレースや世界選手権、自転車競技大会ロードレースにも出没する。また1996年には、夏季オリンピック自転車ロードレースを応援するために、アメリカ合衆国ジョージア州、アトランタまで遠征している。自転車レースへの出没が多いが、2011年には、ケルンマラソンにも出没している。ツールドフランスには、 毎年出没していたが、2012年のツールド・フランスでは、手術を受けたためにその姿を見ることはできなかった。2014年11月、自身の体調不良と、スポンサー不足により引退することが報道された。しかし彼は600ユーロの年金を頼りにして、その後の2015年及び2016年のツールド・フランスでも、悪魔。 おじさんとして応援に駆けつけている。2016年からツール・ド・フランス埼玉クリテリウムにも現れ、ファンの人気を集めた。2017年のツール・ド・フランスにもジュラ・サン・ミアク初日の第8ステージ等で応援を行っている。自転車フレーム制作では、100台以上の一風変わったオリジナルフレームを制作しており、世界最大の自転車がギネスブックに登録されたほか、 2012年時点で17のギネス記録を作っている。これらの一見キテレツなオリジナル自転車は、レース会場での応援の場でも披露されている。また、ドイツのテレビ局のレポーターとして契約している。2006年のツールドスイスでは、レースの前日に恒例になっている路上への槍の、ペイントをしたところ、後に現場を通りかかった警察に違法性を指摘され、 罰金を支払うか収監されるかの選択を迫られた。結局彼はスイス警察に罰金600ユーロ、清掃料6690ユーロの支払いを命じられた。ABC2016 The b ィ l t i m o r e 3 エル・ディアブロ2016年8月31日、閲覧ボストン・ドット・コム2008ツアーでフランス2016年8月31日、閲覧、インジュリーアップデート、ウィネンツテルプストラ・インプルービング。2012年7月12日閲覧。ディディ・ザ・デビル・セット・ツー・リタイア。サイクリング・ウィークリー。2014年11月8日、閲覧。 http://cyclist.sanspo.com スラッシュ, <Tamam. arians>. <ation> <ッ>ュ295075出店ブースに例年を上回る。来場者ロードレースファンが新都心に集合。ツールドフランス埼玉クリテリウムが、開幕2016年10月29日13時10分 sanspo.com 2017年9月9日閲覧。山口和幸のチャリンキ。フルームや悪魔。 おじさんがツール・ド・フランス・埼玉に参戦 ?cyclestyle.net2017.731。門11時45分配信2017年9月9日。閲覧、ツール・ド・フランス2017現地レポート、ジュラ山脈で見つけた、日本悪魔、おじさんは、埼玉。 と絶叫 jsports.co.jp2017 年7月12日17時配信ビッグストモービレギターワールドレコードセットバイディーターセンフト2010年7月19日閲覧ドイツプダグラで自作の巨大な自転車にまたがる悪魔の自転車写真特集時事 ドットコム2 0 1 2年5月25日 w w w b i k e r u m o r, o r,、e、r c o m t o u d r d e f r a n c e d e v i l b u i l d s c r a z y b i k e s 2 0 0 9年2016年8月31日閲覧。ありがとうございます。